ライズボア3大会連続出場、バンゲリングベイから会社役員中山壮41歳、ボア初勝利へバッチリ仕上げてきた。今回の中山壮は前回の反省を生かし基本に忠実にやってまいりました。そんな中山壮の戦いぶりを見ていってください。対するはロード MMA ジムから宝石賞佐野茂樹42歳。ライズボアデビュー戦楽しみにしてます。対戦相手の中山選手は参戦ないってこともあり試合からしてますが、自分も最高のパフォーマンスで表現できるように今仕事の合間を塗ってトレーニング減量準備してます。お互いにバチバチにやり合って盛り上げましょう。今日勝利します。中山壮 VS 佐野茂樹。それではこれより第8試合 67.5 キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー182センチ、 67.1 キログラム、ロード MMA ジム所属、42歳、宝石賞佐野しげき。赤コーナー180センチ、 67.15 キログラム、バンゲリングベイ所属、41歳、会社役員中山さん。レフェリー永瀬。さあ、ライズボア第8試合が始まります。今回もゲスト解説に日立ヒューマ選手が来てくださいました。日立選手よろしくお願いします。お願いします。さあ、第8試合、こちら3連続参戦の中山壮選手、そしてこちらライズボアデビュー戦佐野茂樹選手の試合でございます。楽しみです ね初勝利を目指す中山壮選手と、そうですね、デビュー戦初勝利を目指す佐野選手の戦いですね。右、佐野選手の右に入った。これ佐野選手やってますよ、これ。あの、経験者ですね、経験者ですね、はい、さっきライズボアデビュー戦って言ってたんですけど、はい、これ多分経験者だと思います。今強烈な右ストレート入りましたよね、はい、めちゃめちゃうまいんで、緊張とかにも全然ないんで。さあ、ワンキャッチワンアタックルールでございます。結構落ち着いてしっかりガード上げて、はい、おー、いいですね、いいパンチ。今中山選手の右も入りました。そうですね、頑張ってほしいです。ここガード上げてほしいですか。あー、 KO だー、今言ってたんで。いや、これでも中山選手もね、今前に攻めた結果ですよね。いやー、いいパンチ 返そうとして入ってたんで悔しいですね。これは中山選手ね、3連続参戦で初勝利かけたんですけども、ね、いや、でも、うん、佐野選手めちゃくちゃうまいですね、宝石賞の、はい、いや、パワー、あの、スピードはあるんで、うん、あの、このもう初っ端あの動きができるのは、はい、結構こう経験が長いんじゃないかなと思って。なるほど、緊張してたら、はい、あの右ストレートは打てないですよ、ね、そうです、なかなかあんな早くまっすぐ綺麗に打てないと思うんで、うん、めちゃめちゃ上手ですね。なんか体つき見ててもちょっとね、そうですね、若手の選手みたいな体つきですけど、はい、動きも早かったんで。いや、中山選手は悔しいだろうな。悔しいと思いますね、はい。ただ中山選手を応援に来た人がたくさんいますね。そうですね、リングサイド多かったですね、うん、そんだけ愛されてるっていうのがよく伝わります、はい。いや、佐野選手、どういう選手か気になりますね、うん、いや、今後も楽しみでございます。さあ、佐野選手のマイク聞いてみたいと思います。対戦相手の中山選手、戦っていただいてありがとうございました。自分がジムに入会したのはちょうど1年半くらい前なんですけど、社会人になってもう20年くらいずっと運動してなかったんですけども、そこからフィットネス、肉体改造を目的で今のロード MMA ジムに入会していただいて、菅原会長のおかげでこのような舞台で戦うことができて、自分もいろんなことに挑戦するようになって、本当に会長
上刈谷トレーナー、ジムのいつも練習に付き合ってくれてる仲間たちには本当に感謝です。ありがとうございます。まあ、自分もこれからもっともっと挑戦していけるように、まあ、もしこのライズボアで、まあ、ベルトがあればいくつになっても挑戦したいです。ありがとうございました。素晴らしいですね。いやー、北選手、マイクも素晴らしいですね。素晴らしかったです。選手会場、でも佐野さんもそんだけ背負ってるものがあったんですね。そうですね。なんかまた再びこう、うん、キックボクシングを通じてこの運動してこう頑張ってなんかいろんなところに挑戦できるっていう、うん、つながってこう自分自身こう成長できてるのかなと勝手にこう思って、うん、すごいなと思いましたね。だからこの、ね、会社経営もされてます、宝石ショーをやってますけども、やっぱりそれだけじゃ味わえない刺激がこのライズボアにはあるということですね。そうですね。ベルトも目指したいと言ったんで、今後も楽しみでございます。楽しみですね。